どうもこんにちは、下ペース俊二です。8月9日、映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記が公開予定になっているんですが、新しいクレヨンしんちゃんの映画を見る前に、こちらアニヤとのコラボフィギュアを見ていこうと思います。今日見るのは単品フィギュア3種類ですね。であとギフトセットのフィギュアも出るんだけど、そこには、恐竜がね4体7を入れた恐竜が4体と、あとしんちゃんのフィギュアが入ったセットですね。しんちゃんの友達のねねちゃんとか、あと風間くんとかがね、ラインナップにちょっとね入ってないんで、まだ8月の新商品情報が更新されてないから、そこで他のキャラクターの単品フィギュアが出るんじゃないかなと、まあ個人的には期待してるんだけどね。まあまたなんか新しい情報が入り次第ね、ご紹介したいと思います。それではこちらの単品フィギュアじっくり見ていこうと思うんですが、チャンネル登録がまだの方は登録、よろしかったら高評価の方もお願いします。まずはしんちゃんとベロキラプトルから見ていきます。箱のデザインはこんな感じで、左下にしんちゃんとベロキラプトル、これ映画の中で登場する、ね、イラストになってるんでしょうね。めちゃめちゃかっこいいね。で、横はこんな感じで、後ろ、そう、通常のアニヤだと、そう、中に入ってるフィギュアのこの説明とかがね書いてたりするんだけど、これはね、なんだ、日記のような感じになってる。ベロキラプトルは小型だけどとってもすばしっこいぞ。仲間と協力して狩りをする、賢い恐竜だったかもって言われてるぞと、しんちゃんが日記でこうね、ベロキラプトルについてこう説明してくれてるような、そんな感じですね。面白い。で、横はこんな感じで、フィギュアの稼働するところが書いてますね。箱上はこんな感じとなってますね。では開けます。開けて中にね、これはねカードとかは入ってない。ドラえもんの時はなんかカード入ってたような気がしますね。気になるから取ってきました。こちらドラえもんのび太の新恐竜の時のコラボフィギュアで、でカード入ってましたね。こうドラえもんのカードが入ってた、恐竜じゃなかった。恐竜フィギュアから見ていきます。こちら白亜紀後期のアジアに生息してた小型の肉食恐竜、ジュラシックワールド、ジュラシックパークでもね登場した人気の肉食恐竜ですね。ベロキラプトルのフィギュア、全長が約12センチあります。通常のアニヤの恐竜フィギュア、ベロキラプトルと並べて見比べるとですね、形同じです。もうね、色が違うだけなんだけど、なんかいろんな色が使われてるから全然なんか違う恐竜に見えますね。体の色は暗い青緑カラーに、背中部分は濃い、青緑になってて、前足後ろ足の先端部分にお腹がグレーカラーになってて、あと頭もねグレーカラーになってて、いや変わった色。アニヤキングダムで登場するラプルの色は、まあちょっとこうありえないようなド派手な感じのね色で、まあこれかっこよかったんだけど、いや、しんちゃんの映画で登場するこのベロキラプトルのフィギュアはね、いやなんかめっちゃリアルというか、まあこんな色の恐竜いたんじゃないかなって思えるような、かなりかっこいい色に仕上がってる。後ろから見るとこんな感じ。尻尾長いですね。で、この2箇所動くようになってますね。こんな感じで稼働します。で、あとね、くるっとこう回すこともできて、下の方グレーですね。グレーカラーになってるけど、ちょっと赤も入ってるかなっていう。うん、そんな色。で、肌はね、ザラついた造形でですね。で、背中、頭上のところは青緑。ちょっと濃い色になってますね。で、速そうな後ろ足。で、ベロキラプトルといえば、このカギ爪ですよ。かっこいいよね。はい、まあ、こんな感じで、そう、足下の方グレーカラーなんだけど、爪の部分はね、黒とかのペイントは、残念ながらされてないね。下色のグレーとこの上の緑のこの見切り部分とかもね、結構綺麗ですよね。で、前足は細い。そして長い。指がめちゃめちゃ長いよね。下にダラーンとしてる。で、これもね、前足は残念ながら爪の部分は、黒色にペイントされてませんね。で、後ろ足はね、こんな感じで前後に動くようになってるんだけど、前足は稼働はしませんね。で、頭がね、今回のベロキラプトルめちゃかっこよくて、グレーカラーになってて、目の周りが紫で、
うん、で目はね赤に瞳がワニのようなこう縦長のこう黒い瞳になっててかっこよすぎるっていうかもうめちゃめちゃ凶暴な雰囲気出てるよね。はい、で今口開けてます。口を閉じるとこんな感じとなってて上顎の歯が見えるようになってますね。で口を開けるとこんな感じで口の中ね赤くなってますね。アニアでいろんな色形のベロキラプトル出てるんだけどこれはねかなりかっこよさでいくと上位に来ますね。うん、いいよねこの色。こちらしんちゃんのフィギュアパーカーバージョンでセットにスタンドが入っててこれをセットしないとねやっぱね立たせることできませんね。はい、スタンドにこう差し込むような形ではいセットすると、まあ、こんな感じ。はい、下に置くとねこんな感じで立たせることができます。高さはね約3センチでアニアドラえもんのフィギュア、ドラえもんですねとちょっとね、並べて見比べるとこれぐらいのサイズとなっててそうしんちゃんの方が少し低いんだけど、まあ、意外となんか思ってたより大きいフィギュアだなっていうもうちょっと小さいのなのかなって思ったんだけど意外と大きかったですね。しんちゃんの服めちゃめちゃ可愛い色になってる。ズボンが半パンがねこう黄色で上が、ピンクのパーカーですか。で表情やべえ、眠ってる、立って寝てんので、口は開いちゃってるね。でこの太い眉毛にクリクリのこの頭がいや可愛すぎるしょっていうかこのポーズ可愛くない。この手なんかこうギュッとこう握ってね外に、うん、向いてんすよ拳が。可愛すぎるね。はい、でくるっと回すとこんな感じで半端の後ろを F24 って書いてて、あとこのパーカーなんでねちゃんとこの帽子のプリントがねこれされてますね。しんちゃんの稼働するところ頭がこうやって回すことができるようになってますね。なんかいやいやみたいな、まあ、そんな動きができるようになってると。でこのスタンドを取るとこんな感じでですね、足小さいね。だからスタンドがないとね、うん、やっぱね頭がねこう大きいじゃないですか。立った、おーって、おーマジか立ったよ。慎重に置けばいける。やってみないとやっぱ分かんないね。いやでもやっぱねスタンドがあった方がもうすぐ立つからね。はい、まあ、いるでしょこのスタンドはね。ちょっとこう見栄えあんま良くないけど、うん、でもあった方がこう安定してってこう立たせることができますね。しんちゃんベロキラプトルと並べるとこんな感じとなってて、いや恐竜がやっぱり大きいですね。次はしんちゃんとトリケラトプスを見ていきます。箱はこんな感じで、映画の中で登場するトリケラトプスのイラストはこれでしょう。あーなんかちょっとこう暗い色になってるんだ。ジュラシックワールドドミニオンで登場しそうなちょっとこう暗いかっこいい色になってるね。はい、で箱後ろしんちゃんの日記見てみましょう。トリケラトプスは普段はおとなしい植物食恐竜だぞ。でも敵が来たら3本の角で応戦するんだって。頭のフードは体や首を守る鎧らしいぞって書いてました。稼働するところね、しんちゃんが頭、トリケラトプスは首が動くっていうことが書いてます。箱上はこんな感じですね。では取り出して見ていきます。恐竜は白亜紀後期北アメリカに生息してました角竜トリケラトプス。全長が約 12.5 センチ。体の色はちょっとこう暗い茶色かなって思ったんだけど、いや実際見てみるとこれ小豆色のようなちょっと赤みのある色になってて、全然、うん、なんかイメージしてたのとは違いますね。通常のアニアトリケラトプスの恐竜フィギュアと、はい、並べて見比べると、まあ、サイズ自体はね、そこまで変わんないんだけど、これね、形違う。ポーズがね、まず違うんすよ。これ左から見るとあんまわかんないんだけど、こう右から見ると、ほら、違うでしょ。この、右の前足がベタっとこう、こっちはね、ついてるんだけど、通常の方はこう、立てた足になってるんで、ちょっと違うんすよ。あとね、角の形とかも違いますね。アニアキングダムのトリーと、これ、形同じです。はい。これ、トリーと同じだった。はい、まあ、くるっと回すとこんな感じ。色全然違うけどね。はい、まあ、こんな感じとなってますね。トリケラトプスのサイズ、全長約ね、9メートルほどで、約7トンほどあったと言われてますが、体が、
大きいですね。はい、後ろから見るとこんな感じ。尻尾はね、こう下に垂れてて、ベロキラプトルは動かせたんだけど、この子は動かせませんね。で、肌ね、こうザラついた、鱗状の肌になってて、いや、このね、胴体部分の、こう、ボコって膨らんだ感じが、癒される。かわいいですね。お腹とこめっちゃ膨らんでる。で、体下、あ、これもね、グレーカラーになってるけど、ベロキラプトルとはちょっと違う明るいグレーになってるね。で、がっちりとした後ろ足、こう筋も入っててね、かっこいい足になってる。で、通常のトリケラトプスのフィギュアはね、こう、爪の部分、グレーカラーにペイントされてるんだけど、この子は残念ながら、爪の部分はね、ペイントされてないですね。で、こうシワも入ってて、かっこいいね。はい、反対側、足、右の前足ベターとつけてるね、形になってて、で、後ろの方はこんな感じですね。やっぱね、トリケラトプスの後ろ足、太くてね、がっちりとしてますよね。大きい頭にはですね、フリルがあって、で、よく見ると、こう、柄がね、入ってる。おしゃれな、こう、柄が入ってるね。で、この周りの突起部分はグレーカラーになってて、で、トリケラトプスの特徴、3本の角ですね。で、目の上のところからこう、ニョキッと2本生えてるんだけど、これは、ちょっとね、こう、カーブしてるんですよ。ね、こう曲がった形になってて、かっこよすぎる。で、目は青。まあ、瞳はね、黒くなってるけど、アニアのフィギュアで目が青って、珍しい気がする。赤とかはなんかあったような気がするんだけど、青は珍しいよね。はい、まあこんな感じで、で、このくちばしは残念ながら開閉しませんね。首が稼働するようになってます。まあこんな感じで動かすことができますね。箱にプリントされてるトリケラトプスと比べるとこんな感じですよ。全然なんか色違うよね。めっちゃ赤みのあるね、トリケラトプスになってた。このしんちゃんは目をキラキラさせたしんちゃん、いつものしんちゃんバージョンのフィギュアとなってます。さっきのパーカーバージョンのしんちゃんと並べると、まあ、こんな感じとなってて、あ、靴の色が違う。あと、なんだろう、こう上のパーカー部分ですよね。まあ、ここの色が違って、まあ、いつもの赤ですね。で、目のプリントが違うのかな。口はどっちも同じような形ですね。手をギュッとしてこう外向きになってる、まあ、ポーズとかもね、さっきのと変わんないんすよね。で、こうキラキラした目、何かすごいいいものを見つけたかのようなそんな表情がものすごい可愛い。で、くるっと回して後ろから見るとこんな感じですね。頭がね、はい、動かすことができるようになってます。まあ、こんな感じ。スタンドを取ると、はい、まあ、こんな感じですね。この靴がね、黄色くなってましたね。クレヨンしんちゃんのギフトセットの中に入っているキャラクターフィギュアもしんちゃんなんですよ。だからね、今回しんちゃんのフィギュアだけで3体もあるっていう。いや、ちょっと多すぎる気はするよね。まあ、みんなしんちゃん好きだから欲しいのはわかるけど、うん、他のキャラね、欲しいよね。トリケラトプスの横にしんちゃんをセットすると、まあ、こんな感じのサイズ感となってます。最後、ナナとスピノサウルスを見ていきます。今回映画の中で登場する謎の恐竜、ナナ。いや、めちゃめちゃ楽しみというか可愛すぎるでしょう。で、多分このキャラクター、ナナのグッズがね、いろいろ出るんじゃないでしょうかね。で、後ろにスピノサウルス。でも絶対これお父さんでしょう。ナナはね、スピノサウルスのような気がしますよね。穂があるもんね。で、くるっと回して、後ろこんな感じ。しんちゃんの日記を見ましょう。足の指の間に水かきがあって、泳いで移動するぞ。陸上でも水中でも活動できるんだって。背中の方は何に使っていたのかまだよく分かってないらしいぞと。やばくない、この、映像のワンシーン、かっこよすぎる。で、稼働するところですね。ナナね、頭が動いて、で、スピノサウルスは尻尾が動くようになってて、あと口もね、開閉しますね。はい、箱上はこんな感じです。こちら、白亜紀前期から中期、アフリカに生息してました、肉食恐竜、スピノサウルス、全長が約15センチ。四足歩行の通常のアニア、スピノサウルスと、形、サイズ全く同じですね。もうね、色が違うだけなんだけど、
いや、しんちゃんの映画に登場するのはね、いや、なんだろうね、派手っちゃ派手なんだけど、いや、ほんと実際にいてそうな、もうかなりリアルなね、かっこいい恐竜に仕上がってますよね。これ色がいいね。体の色は緑なんだけど、ちょっとこう青みのある色になってて、で、背中の穂の部分は赤。で、下の方はグレーも入ってんのかな。まあ、もうなんかね、いろんな色入ってるね。あと、虎柄のような、これ柄？スピノサウルスよく似合ってる。派手なカラーといえば、アニアキングダムの、こちらスピン。はい、ちょっと体の色一瞬似てるなって思ったんだけど違うね。もうちょっとこう青みのある、カラーに今回のはなってて、穂の部分ね、柄はないけどね。いや、目立つね、この色。はい、後ろから、見るとこんな感じとなってますね。アニアキングダムで登場するド派手な恐竜に負けないぐらいのかなり目立った色になってますね。スピノサウルスはティラノサウルスよりも大きい10から18メートルほどあったと言われてる大型の肉食恐竜。いやー、かっこいい。で、アニアのフィギュアでは4足歩行、2足歩行とあるんだけど、このフィギュアは4足歩行になってますね。で、映画の中で登場するのが、まあ、どんな感じなのかちょっとわかんないんだけど、2足歩行のような気がするんだけどな。で、後ろから見るとこんな感じ。尻尾2箇所動くところがあって、こんな感じで稼働しますね。で、この上の方、なんかね、穂が赤いんだけど、そこからこう繋がって、こう赤のラインが入ったようなペイントになってて、かっこよすぎる。で、この体に入ってるこの黒い、こう虎柄のようなのもね、素敵ですね。はい、まあ、こんな感じ。で、下の方はね、こうグレーカラーになってて、いろんな色が本当は使われてて、首の前の方は明るい茶色カラーになってますね。で、ムキムキの足はこんな感じとなってて、前足はこう指をね、少し曲げた形になってますね。で、あ、爪の部分はね、ちゃんと黒くペイントされてる。前足だけかな。後ろ足は爪のところはね、黒くペイントされてない。で、この、ちょっとわかんないんだけど、この指と指の間に、こう、水かきがあったと言われてますね。あ、これはわかりやすいか。はい、後ろ足、ちょっと水かきのようなのがセットされてますね。で、頭、前にぐっと伸びてて、で、ベロキラプトルと同じで、頭、グレーカラーになってて、めちゃめちゃいいやん、これ、かっこいいね。で、目は黄色。怒ってるような、ちょっと怖い目になってる。で、口を開けるとこんな感じ。口の中には歯があってね。あと下、ありますね。赤くペイントされてます。いやー、かっこいい。やっぱね、この頭部分がグレーカラーっていうのがね、いいよね。うん、なんかすごいリアルペイントになってて、かっこいい。で、背中ですよ。これ、体を冷やすためのものだったのかちょっとわからないけど、大きい穂があって、波打ったこのほんとね、扇のような穂がね、上品でいてかっこいいっすよね。7のフィギュア見ていきます。高さが約3センチ。もう形めちゃめちゃ可愛いよ。で、背中に穂があるんで、背中の穂もね、赤くなってるから、さっきのスピノサウルスと同じやん。これやっぱね、スピノサウルスじゃない？ただこの子は二足歩行になってる。尻尾大きいね。あと、後ろ足の爪のところ白くペイントされてて、前足はね、ペイントされてないんだけど、お腹のところにこう、ね、乗っけてるようなポーズがね、ものすごい可愛いですね。さっき見た恐竜3体と違って、この7だけはかなりデフォルメされた、可愛いね、形になってるんすよね。目がクリクリ。で、上のところにはふさふさの毛が生えてるんだけど、いや、いいね。でもこれスピノサウルスっぽいよね、やっぱりね。頭、こんな感じで動かすことができるようになってます。スピノサウルスの横に7を置くとこんな感じですね。もう形はね、正直これね、全然違うんだけど、いや、僕はね、映画の中のストーリーとしては、多分ね、スピノサウルスのお父さんが、まあ、7を探してるとか、そんなんじゃないかなと勝手に思ってるんだけどね。いや、どんな感じなんでしょうね。楽しみですね。こちら、アニア、クレヨンしんちゃん、オラたちの恐竜日記、単品フィギュア3種類見たんですが、
恐竜フィギュアの形はね、通常のアニアの恐竜フィギュアと変わってないんだけど、色が今回特別カラーになってて、かっこよかったね。で、あとセットで入ってるしんちゃんとこのナナね、このフィギュアもめちゃめちゃ可愛かった。あとは、そう、ネネちゃんとかボーちゃんとかね、まあその辺なんか、なんか出てくる気はするんだけどね。で、ギフトセットは出る予定になってるんだけど、プレイセットが出るとかはまだ書いてなかったから、その辺なんかもドラえもんの時はプレイセットが出たから、今回しんちゃんの映画でもね、プレイセットが出るんじゃないかなと。はい、まあ、期待してます。で、しんちゃんの映画最新作8月9日公開予定になってるんで、まあ、そのちょっと前ぐらいから、映画関連のグッズがね、多分出てくると思うから、今回は恐竜なんでね、いや僕もね、ちょっとね、面白いのがあれば、ちょっとどんどん買って皆さんにご紹介していこうと思いますので、楽しみにしててください。はい、ということで今回はこの辺で動画最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は登録にベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。今回の映画、僕見に行くって言ってたんですが、僕のチャンネルね、大人の方で恐竜好きっていう方いらっしゃるんだけど、今回こう、しんちゃんの映画ね、題材が恐竜じゃないですか。初めて見に行くとかっていう方もね、結構いると思うんですよ。で、しんちゃんの映画はね、本当にね、感動するんですよね。アニメ、テレビ放送とはまた違った、結構泣ける、グッとくるのが多いから、この映画を見てこう、しんちゃん好きになるっていう方とかもいらっしゃるかもしれないですね。そう、しんちゃんの映画僕のようにね、こう、初めて見に行くっていう方、よろしかったらぜひ感想をね、コメントで教えてください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。